ひろこ TV ボーカルレッスンどうも佐藤ひろこですこの動画は佐藤ひろこオリジナルボーカルレッスン動画です今回はウォーミングアップ前回に引き続きましてウォーミングアップやっていきますよ前回はストレッチについて えー、行ってきました。今回は、てってれーん。歌う前のやることです。えー、歌う前のウォーミングアップを行っていきましょう。私が教えする、えー、やつは、ボーカルフライ。赤、見えない。ハミング。リップロール。 タングトリル、ロングトーンちょっと見えづらいかもしれないんだけどボーカルフライ、ハミング、リップロール、タングトリル、ロングトーン、えー、この5項目を歌う前にぜひやってもらいたいと思うんだけどこのロングトーンは腹式呼吸の動画の時にご説明するので今日はこの4つをやっていきますボーカルフライはただただ 声帯を震わすすだけです、えー、また声体とか声育と完成点とか別の動画でこの辺もお話ししますが、うんと、ボーカルフライ一回やってみるね。こんな感じ。 え声帯は皆さんお持ちののど仏の真裏ぐらいにこんなふうにいい肺から送られてきた空気が当たって声帯にぶつかってバタ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 ,バタとこれがただただ声帯開いて空気が抜けていくだけだとこんな音になります。はあ それが今くっついてバタバタバタと触れるとこんな音これがだんだん強くなって母音とシ音、ンシンと母音がくっついてというふうに音になります。 この声帯がバタバタバタとぶつかり合う音、これが一番自分自身の低い音になるんだけど、えー、この音をまずね、えー、出せるとすごくいいなと思います。うん、ハミングハミングって聞くと、やっぱ陽気なお母さんが玄関じゃない、台所で口ずさんでいる鼻歌みたいなね、感じでしょうか。ちょっと出してみましょう。 こんな感じです。この時に結構音楽の先生とかは、はぁ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 ってハミングを教えたりするんだけど、ハミングというのはこの鼻の奥のこの辺にある鼻空というのを使って響かせて音を出しているので、 口を開けて口から音が出てしまうとハミングの効果が薄れてしまうので、ハミングは鼻からしか音が出ません。なので、必ず口をつむんでハミングするようにしてください。私はこのハミングはピッチ。 えー、音程の修正なんかにもすごく役立つ、えー、いい練習法だと思うのでこのハミングもしっかりと大きな音で響かせられるように頑張ってみてください <noise> 次にリップロールちょっとやってみましょう <noise>、えー。唇と唇がプル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 。 上と下と下ね、ププププルプルプルルってる感じです。よくほっぺに指を凝ってやりましょうっていうのが上がってるんだけどこれだとあんまり意味がなくってリップロールができない人の特徴は、えー、口角が下がっているほっぺたがちょっとこう下がったり口角が下がったりしてるとできにくいです。<laughs> すごい難しいんですよ。だから、ほっぺに指をやるっていうよりも、ほっぺたを上げてあげるっていう感覚。だ全然一本じゃなくてもいいんです。全部上げてあげれば、すごいやりやすいんだよ。かゆい。<laughs> こんな感じです。で、えー よくリップロールできるって言ってこんな風に、ブーって唇全部震わせてくれる人がいるんだけど、これも、まあ、ストレッチとかウォーミングアップにはまあいいかもしれないけど、ピッチの修正、音程の修正とかにはあんまり意味がないので、なるべく細く、ブーじゃなくて、ブー、細く細く、 と出せるようにちょっと頑張ってみてください。はい。<laughs> はい次。ちょっとやってみますね。ベロがトゥルルルルルルルとバタ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 とっなっています。 上の歯の裏に舌を当てて息を吹くとこうできるんだけど昔の黒電話とかが鳴った時のモノマネとか「ルルルルルルガチャ」「もしもし」みたいな <laughs> 世代がバレる <laughs> こんな感じです。 これちょっとできにくいなっていう人は「ベロを上にまずつけるゥッ」「トゥッ」「トルルルルルって言ってるんだけど「ラリルルルで「ルルルルルル」の方がベロのバタバタっていう感じはちょっと近いかもしれない。で強い息を ドゥ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 これがパパパタパパタパ最初ドゥドゥだけだったのがドゥプルプルってなるようになったらば強い息を長く吐き続けてみてください。ドドドゥゥゥ っっててていいう風にでできますのでねやってみてください、えー、今日は、えー、歌う前のウォーミングアップということで、ボーカルフライ、ハミング、リップロール、タングトリルをやりました。今日の動画はいかがだったでしょうかチャンネル登録、高評価ボタンをお願いしますね。次回はこちらですん。 母音の練習についての、えー、動画です。こちらもウォーミングアップの続きなので、ぜひこの第3話、えー、続けて一緒に見てやってください。それではまたお会いしましょう。お相手は佐藤ろ子でした。バイバイ。チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。 高評価ボタンも押してねチャンネル登録してください